はい、今一応回ってるけど、どうなんだろう、ユーストリームで見てる人、普通のブラウザーで見てる人は CM が流れてる可能性が、あ、流れてますね、多分ね。これでも録画と、あとあの CM ブロック、なんだっけ、アドブロックのプラグインやってる人はもう流れてます。今もう見えてるわけですね、うん、今ね、アドブロック、あのね、広告オフのね、機能つけてる方はもう見えてらっしゃると思いますね。はい、大丈夫です。原因不明です、今突然切れたのが。はい、ということで、まあ、あのアドブロックすでに切ってらっしゃる方、はい、アドブロックでね CM を切ってらっしゃる方向けでそのままお話しします。はい、今見えました、大丈夫です。はい、今修復、今イラスト、ちょっと待って、今修復、やっと復旧しました。突然切れちゃいました、ごめんなさい、はい、すいません。はい、そのまま聞きます、見せましょう。これ途中だったね、はい、話続けますよ。杉浦茂っぽいんだけど、これだからね、これ右、何してるの、情報を求めてるんです。あ、なるほど。あ、まあ、情報を、情報くださいって求めてるっていうのをイメージしました。なんかこれあれだよ、7人の小人じゃないそう思うと、妖精的なドワーフ的な、なんかそう見えますよね。やっぱり松浦君の絵のタッチは毎回変わるな、固定そう、全然落ち着かないっていう。もでも結構今までの中でいい方かな、はい、いいでしょうか、はい、下はあの映画をウォンテッドしてますね。あ、花の湯さん、強制終了ということでね。イリーケイさん、やっとお題発表になった途端に切れた。黒田さん、居酒屋的まったり放送には突然起こる回線ダウンで、その都度緊張感が走るという。だから油断できないです居酒屋的なのに油断しちゃいけないです笑ってバチャンって切れるって切れるね。今も大丈夫なんだよね、皆さん見られて、なんか話のオチを言おうとした瞬間切れるとか。最近のだから甲子園 の, やあの広告記事みたいな感じでみんな笑顔みたいなねあの攻められてる の, あのどんどんやられてるのに、ね、笑顔を絶やすなみたいな緊張感あれでいきましょう。わかりました、はい、ということです、はい、ということで、情報を求むうろ覚え公開捜査ということで、ですね、これ黒トカゲさんがですね、うん、コメントで書いてるんですけど、そうなんですよ、あれですよね、ぶっちゃけ今日のメイン四択って前に上道先生がマラソン映画のタイトルが思い出せなかったあの案件が近くの掘ったんですよ。 その通りです、そのまんまです、はい、あれがね、すごい面白かった、あれね、すごい面白かったんで、はい、あれ面白かったですね。あれね、川道さんがめちゃくちゃおかしかったの、またこれでものすごい驚いて、面白いなこの番組面白いなずっとダラダラしてると思った女の人がみたいな、なんかそんな、なんかぼんやりとした情報だけで、そうまさか行って40分後ぐらいに、うん、映画タイトルあって、あの時のこの盛り上がりが、この前回のそあそこに行くまで、はい、川口さんね、正直酩酊してましただからよとか脱線しまくってたのが、あれでタイトルが出てきた時にもう瞳孔が開いたからバッてあれ面白いな、長年のしこりがみたいな、まあ、そういうことで、はい、もうせっかくですよ、あのね、これは私たちじゃないです、もう視聴者の皆さんがものすごく映画に詳しいので、全くですよね、このね、お力を、この能力をぜひね活用したいと、はいはい、もう、まあ、スーパーヒーロー的なこのパワーをね、ぜひ皆さんに還元して世界平和のためにね活用していただきたいということで、世界平和、はい、うろ覚えな情報が世界中にあのもう蔓延しているうろ覚えな作品、あの映画がわからないからね、あんなことになってしまったとかね、そう、あのもう夜も眠れませんとか、夜も眠れませんっていうようなね、事件に落ちましたとか、事件に落ちましたとかね、もうこの世の終わりですとそういうね不幸な皆さんのために、はい、皆さんのために、はい、視聴者の皆さんのそのスーパーパワーを使っていただきたいと、皆さんのために皆さんが頑張って私眠れてないです、私たちはあの何もやってないです、間を取り持ってるだけです、はい、プロデュースするわけです、プロデュースです仲介業者です、はい、はい、間にマージン取ってるだけですちょっとマージンいただいてるだけです、すげーなー、人と人をつなげる仕事ですから、ちょっとした IT 業者です、はい、分かりました、ということで皆さんのパワーをぜひ使っていただければなと思っております、はい、ということで、さっきフライングでセラさんだっけ、そう、はい、セラさん、それで、なんか書いてたよね、それでね、あの僕たちも出しますね、うろ覚えの話出しますし、はい、他の方、あの書いてらっしゃる方もわからないうろ覚えの映画があればぜひ書いてください、こちらでご紹介してわかる方ぜひね推理してね、これじゃないかあれじゃないかっていうふうに書いてください、はい、ですので今回本当に視聴者のコメントを書いていただいてる皆さんだけが頼りの番組です、そうですよね、これが全く盛り上がらなかったら、うん、もう終わりですある意味緊張感が増しますね、うん、告知もほとんどしないままにね、最初から視聴者任せって今回きついっすよ
大変です。ぜひねご協力の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当です。でまずはさっきのセラさん、はい、改めてもう一回。じゃあセラさんのね、はい、セラさんのあのフライングしたやつ、はい、じゃあまずセラ俊和先生からのうろ覚え、うろ覚えが、うろ覚え情報は、あのナチ侵攻下のギリシャ、ギリシャ海軍の軍艦が抵抗しているという内容。ただし特撮がしょぼくペラペラの紙みたいな、これって何の映画でしょうか。なんだろう、戦前、戦後ですよ、ね、ギリシャ海軍の軍艦が抵抗してるっていうと内容、ただし特撮がしょぼくてペラペラの紙みたいな、これって何の映画でしょうか、まあ、謎謎みたいな結果。 これクイズ出してんの、これ世良さん本当知ってんじゃないの。まあ洋画ですよね。でこれさ、ナチ侵攻下のギリシャでギリシャ海軍の軍艦が抵抗するっていうことは、はい、ギリシャ映画じゃないですか。ギリシャ側が主人公と、ギリシャ海軍の軍艦を主人公にするイタリア映画ってあんまし見ないじゃないですか。うーん、ただこれうる覚え情報だとしたら、そこら辺曖昧な、実はギリシャだと思ったら、はい、イタリアだったとか、ね、イタリア映画、実はイタリア海軍だったとか、ドイツの映画だったかもしれないし、トルコ海軍だったとかね、可能性あるかもしれない、ね、そういうとか、こんな、さあ皆さん調べてください。これなんでしょうね。いきなりになんかアンゲルプロスかな。いやアンゲルプロスじゃない。ギリシャの人ってアンゲルプロスしか知らない。すっげえ長回し。長回しのペラペラの特撮、ペラペラ、ペラペラの特撮で長回し、すごいっすね。まあ、そんな感じで今日楽ですよ、左打ちは。他の人たちに出ないんだったら特艦からまず調べてほしいの、はい、そういうことで、はい、ぜひね皆さんご紹介の方、あご紹介じゃないや、ぜひね推理していただければと思っております。はい、じゃこれってあの一つ一つじゃなくて、いろいろ複数いあの紹介して、丸々さんが言った、はい、うん、あのあれですけどこれじゃないですかみたいな感じで、うん、いう感じで、まあまあ名前忘れたら、ま、あのたタイラーが言ってた何とかでもいいですしね、はいはい、あの映画って言えば大体わかりますから、はい、はい、ということです。こんな感じでやっていきます。はい、もうこれよりももっとざっくりした情報だけでも全然、これあれかな、うん、ね、うろ覚えではなくて、なんかあの人は今どうなってるかっていうのでもいいの、あの映画に出たあの人って今も役者続けてるとか、まあ、生きてるのかとか。そんなの趣旨からかなり変わってますけれど、企画自体がうろなんかぼんやりしてるのでいいです。そうなの。構いません。はいはい、はい、ということです。これって私たちが調べてもいいわけですか。まあいいですよ、うん、あねなんとクドリャフカドックさんから、はい、あクドリャフカドックさん、あのクドリャフカドックさんから、よ言いにくい、クドリャフカドックさんから、クドリャフカさんから、はい、いただきましたうろ覚えが、私のうろ覚えを助けてください。最近見たんですけど、ゴジラが鎌倉から上陸して街を荒らしてラーメンが伸びちゃう映画、はい、なんだかって言ったはずですけど、何でしたっけってことね。これ難しいですね。冷やかしです。冷やかしです。新、まあ、こんな冷やかしはね、まあ、新宝島ちょいちょいぐらいでいいです。そういえばこんな感じで、なるほどこんな感じで、はい、先ほどのちょっと軽く調べてみたんですけど、うん、でも松岡今調べた、はい、あそうなの、はい、あ白田さんのね、さんのギリシャ海軍がペラペラってやつですね、はい、地中海秘密作戦っていう、劇場公開が1974年になってます。これは70年代なの、どこの映画、これは何映画なんだ、ギリシャ映画、配給コロンビア、まあまあ配給はいいとしてギリシャ映画、はい、1940年のナチドイツ侵略下の下で反撃に全勢力を挙げるギリシャ海軍と解放地下組織の抵抗を描いたギリシャ映画、あこれかなっていうのを、もう一回タイトル、地中海秘密作戦、地中海秘密作戦、地中海ネットに予告編とかなんか上がってないのかな、そうか、あ上がって現代とかも分かれば、ストーリーは第二次大戦目前に控えた1940年のギリシャ、すでにアテネはドイツの支配下にあり、全土がドイツに占領されるのも時間の問題だったが、地中海だけはまだドイツの自由にならず、パブロス大尉の指揮する魚雷艇はドイツ海軍に被害を与えていた。読み上げてるな。読み上げてますっていうような、まあ、内容なので、なんかもっとこの情報を突き詰めていくとありそうですけどね、うん、なるほど、ということでタイトルが地中海秘密作戦、地中海秘密作戦ですかもしれない、なるほど、70年代70年代ですね。
わかります。こんな感じでどんどん上げていくと、はい、今松浦君がちゃちゃっと調べてわかることを世良さんはクイズじゃないのやっぱり。まあね、ある意味クイズかもしれないですね。まあこういう感じでやっていくと、結構でもこのストーリーとかがある程度分かってると、うん、分かるのかもしれないですけど、例えばこの主人公は男の人だけだがなんか走る映画とか、うんうんうん、そんななんかだと調べてもなかなか分からなかったりするかもしれませんけど、ね、それもあるかもしれないね。あ、クルドライフカゴドックさんがもう一つコメントありますよ。農民が侍を7人雇って信長を殲滅する映画ってありませんでしたっけ。なんだろう、確か白黒映画なんで古いはずですと。分かれた、多分公演の7人だね。あー、7人ってついてますからね、7人だからね。まあ、こんな感じで外しながらも話していくと。もう外しながらって言っちゃった。 あと私いいですか、うろ覚えが。どうぞ。私もあるんです実は、うろ覚えが、うん、まあ、といっても2つうろ覚えてる映画2つあって、うろ覚えている、うろ覚えている映画。1つは多分すぐ分かるかなっていう映画で、もう1つはちょっと難しいクイズなのこれかなっていう。いや、あの私の中でです。多分これは多分あの映画に詳しい人だったら分かるんじゃないかなっていう、うん、結構ストーリーもそこそこ覚えてる映画で、もう一人はストーリー全然覚えてなくて断片的なシーンがちょっと頭にあるぐらいの映画なんですけど、それをちょっとじゃあ一つその中からまずご紹介して、あの皆さんに探してほしいなって思うのが、うん、まあ洋画です。はい、洋画なんですけど、主人公が太ってる男の人で、うん、でこのすごい太ってるからいろいろ毎日いろんなもの食べるんですよ、うん、なんか生クリームをそのまま食べたりとか、うん、あのよくいる白人のちょっとおデブちゃんな感じの人に似てるんですけど、なんかでもその人が何か呪いを受けて食べても食べても太らなくなるしっていう映画ですね。あれ一瞬あれかなと思った、あのスタンドバイミーかなと一瞬思ったけど、違う、あれ違うよね。違いますね、多分あ違うと思います。そういうブルーベリーのなんか早食い大会でゲーでゲロ吐く、それはスタンドバイミーですね、うん、その映画ではない、そんな内容ではなかった。違うと思いますけどね。でこの太ってる人がこのなんか呪われてなんかどんどん食べても食べても太らなくて、どんどん痩せていって衰弱し寸前、食べてるのにあの痩せていく呪いをかけられたんですよ、うん、多分でそれで何かいざこざみたいのがあって、この呪いをかけた本人たちが呪いを解いてくれるんですけど、これ痩せていくの、どん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 痩せていくんです。食べてるのに痩せていく。俺分かっちゃった。え、痩せていく男、や痩せゆく男ですよ多分。痩せていく男が痩せゆく男だったんじゃないかな。俺今見たことないのね、うん、あの同じスティーブン原作だったかな、あれ、うん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 、安ゆく男で同じあのあれだよ、あのさっきのスタンドバイミーと原作が一緒で、はい、だから安ゆく男っていうタイトルの映画があったなって、でも見てないけど、それなのかなって今勝手に思っただけなんだけど、そうなの、理由じゃ見たの。私もです。私ね、なんかねテレビかなんかでちょい見たんですよ、ぼんやり見てるんですよ。ただもう大体内容そんな感じでした。スティーブン・キング原作の痩せゆく男だと思いますよ。あー、今調べてみたんですけど、うん、多分これですね、うん、もう早い早いわそう、あのでこれ、うん、なんでこんなに覚えてるかっていうと、うん、あのこれ中学の時に見たんですよ、うん、で中学生の時にこの授業の、まあ、コマ数が余ったら先生たちがなんか映画とか見せる時間が時々あったりするじゃないですか。いい先生ですね、はい、でそれで理科の時間の時に、うん、この理科 その当時 この担当の先生でこのカエルの解剖が好きな先生がいて、うん、その先生がなんか今日楽しい DVD 解剖が好きな、最近楽しい DVD 買ってきたって言って見せたのがこれだったのそうなの、はい、授業中にってこと。はい、授業の中だからちょっと時間がそう余ったから、うん、余ったから見せてた、ね、で授業と全く関係ないの。今理科の時間なので関係ないのかなだからの呪いとかこの主人公が言ってるこの街の白人がどうのこうのみたいなセリフがあって、うん、それが結構頭に残ってる、ね、
他の方からも早速、はい、これじゃないかということで、あ、その前にちょっとですね、クドレフカドックさんから注釈、なぜだかミクシーもツイッターも連絡確保できないので、フェイスブックからなので名前が変わってますけど、私は黒トカゲさんです。知ってます。フェイスブックやってたんだ。やってるんだ。確保できないのか。わかりました。で、クドレフ、そのクドレフカドックさん、もしくは黒トカゲさんですね。いいですか、分かった、松浦さんのその絵が痩せるマンだ。痩せるマン間違ってない間違ってない間違ってない、あ、セラさんから松浦君の操作絵が、操作絵が分かった、うんたまぎるだ痩せたか、あ、食べてるしね、ずっと、もういいや、あ、いや食べてないよ、あれは別、パラダイスビューだよ、パラダイスビューだね、土食ってんだね、うんたまぎる、うんたまぎるじゃん、そもそもうんたまぎるでもないし、違う、パラダイスビューはなんかアリとか、はいはい、あ、違うやん、待って、おばあさん、トミさんが、うん、はい、食っても食っても、あれもパラダイスビューか、パラダイスビュー、土ですよ、土、最初食べててね、いろいろ食べても食べても食べた気がしない、ないっつってね、おばあちゃんがトミさんだよね、うん、やっぱりパラダイスビューだはい、ということですね、多分痩せゆく男でしょう、よだっていうことですね、今の中学校のその理科の先生の顔とともに思い出してきます、痩せていく男がね、痩せていく男太ってる方が痩せてる方がどっちを思い出してんだみたいな、そうそう、結構えぐい映画だったんですよね、うん、なんか女子とかがすごいなんか引いてて、途中で何人もこのトイレに行ったまま帰ってこなくなる映画だったので、トイレでみんな集まって面白くないやとか言ってたんでしょうね、兄ちゃんよブルーベリーをゲーって入ってブレーって入ってくるそんな映画、そんな感じで、あ、青春の思い出が一つ蘇りました、ブルーベリーパイか、これちょっとね、これ悪いけど、はい、ちょっとこれはまだ浅いかな、そうですねちょっと操作しがいがないかもしれません、ね、俺さ、本気でじゃあさ、いきなりだけど俺って、うん、あ、何でしょう、時間かかりそうだから、うん、ずっと俺さ本当に探してんだけど、はい、さっぱりわからない映画があるわけ、あ、リュウジさんでも結構映画いろいろし、これ本当に探しても探しても出てこないわけ、はい、日本映画、あ、日本映画、私大河リュウジのうろ覚え映画、はい、皆さんご準備よろしいですか、メモの準備よろしいですか、皆さんこうやってメモね、ぜひしていただければ、ね、90年代に偶然、何かのペイチャンネルで見た映画なんですが、なんか日活かそこら辺らしいです、話によると日活ロマンポルノのあ、ピンク系の映画、ピンク系エロ映画、まあ、エロ映画、まあ、エロ映画っていう、まあ、日活ロマンポルノの復活したとかしなかったとかいう話題になったそうなんですけれど、監督は女性です、そこまで分かってるの、うん、それで監督が本当分かんないんですよ、でどんな話かっていうと、ある女性が主人公なんですけど、はい、まあ、よくある話なんですけど、少女時代に、まあ、ちょっとね男性不信になるような、はい、だから事件に巻き込まれたと、はい、ある時ね、はい、それで、まあ、いろんなちょっと、ね、不幸もあったんだけど、まあ、立派に成長しましたと、はい、自立してますとなるんですけれど、はい、やはり男性不信が消えないと、はい、でこのままじゃね、まあ、別に男性みんな悪い人じゃないしけれども、男性ということだけ不信になってしまうと、はい、それでその男性不信をどうにか直したいということで、ある精神科医、はい、ね、この精神科医がね、普通のおっさんなんですよ、なんかこう半分ハゲてる、はい、これがまたね鼻のない役者なんですよ、全く名前が出てこないんだけど探してるけど、それでこの精神科医が、はい、まあ、認知療法的な、はい、まあ、薬を飲むとかいうことじゃなくて、実際まあ認知療法的な対処、はい、まあ、実際いろんな経験をすることで男性不信を治していこうということで、はい、まず最初に、まあ、これが最初か分かんないんですけど、まずあ、今森くんが、あ、森さん来ました、あ、こんばんは、お疲れです、結婚式の帰り、そうです結婚式、お仕事で、か、撮影で、こんにゃくパーティーで、友達の、あ、おめでとうございます、本当に僕がじゃないそうじゃない先月も出てくれた森くん、はいはい、森くん、あっちがいいよ、松浦くん側、あ、こっちがっちか、あ、うん、そう、こっちがいい、どっちでも、うん、あ、そうか、ボミー来るか、はい、もう一人、また来るから、あ、なるほど、なるほど、はい、ということです、こんばんは、改めてご紹介します、森さんでございます、こんばんはカメラマン兼イラストレーターですね、なんでもやです、なんでもやってらっしゃいます全国放送にも登場したことあるというそうですね、今も、震災の、あ、やってます、いてね、似顔絵描いてらっしゃるんですよ、はいはい、頑張ってらっしゃってます、
はい、ということで映画大好きだからね、映画大好き森さんでございます、はいはい、ということで森さんにももう一 回ご説明しますが、今日の情報を求むうろ覚え公開捜査ということで、はい、内容はなんとなく覚えてるけど、はい、タイトルがさっぱり思い出せないと、はいはい、で僕今回どうしても参加したかったのは、はい、そのやっぱ探したい映画があったんで、ね、森さんでも探したい映画がある、なるほど、ね、じゃあ1回待って、今リュウジの門を今、リュウジが今発表してたから、あ、じゃあちょっと話聞いて、はい、じゃあちょっとね、もしかしたら森さん知ってるかもしれないです、はい、じゃあ改めて紹介しますけど、日活ロマンポルノか何かしらの復活作だみたいな感じで90年代に作られた映画です。90年代後半かと思います。それで、あの女性監督です。女性監督で、あの、ある事件をきっかけに男性不信になった女性の主人公が、ヒロインがいらっしゃいまして、その女性の主人公が男性不信このままじゃいけないということで、ある精神科医にかかることなんですね、うん、でこの精神科医は、ハゲてます。まあそれは関係ないんですけどあの花のない役者でした。いまだに名前が出てき、調べても分かりません。でその精神科医は、あの、まあ、認知療法的な薬で治すじゃなくて、まあ、いろんな経験をすることで男性不信を治していこうということで、まず最初に行う治療がですね、はい、ランバダなんですよ。もう時代だな。いやこの時代でランバダでもないんですよ。あれ？からもう遅れてるって感じ。すでに遅れてるんですよ。ランバダって90年代。それで出てくる相手はこの人って出てくるのが、ラテン系の髪がこうチュルチュルのちょっと長いソバージュかかってる、はい、胸が開いてるようななんかラテン系の本当外国人の男性が男。ああで彼がセクシーにこう寄り添っていくんですよ。それで一生懸命踊らないといけないっていうのがっていうことが何回も繰り返されるんですよ。ですごい印象的だったのが、このランバダを踊るときに、このランバダを踊る場所っていうのが一応クラブになってるんですね。いわゆる踊るクラブです。若者が集まるクラブなんですけど、どう考えてもベニヤ板で周り壁作ってて、そこになんかこう若者らしくグラフィティが書かれてるんですけど、後ろに書かれてるグラフィティがカタカナでスチャダラパーって書いてるんですよ。え、これあーほうほう、ワオって感じですよ、ね、スチャダラパーで、まあ、いろいろありまして、いろんな、はい、もうだんだん途中でこの先生おかしいんじゃないかっていうのは明らかに性的なね性的にどうかと思うようないろんな治療があって、最後に男性とまぐわないといけないと、うん、その時に登場するのが、さあ来てごらんっていうのがその先生なんですよ。すると、いや実は君のことって言ったら、この女の人も実は私も先生のことって言ったらなんかフィルターかかったみたいな淡い感じになって、ちょっとベッドシーンがなんかすごいでかいベッドですごいでかいベッド、白い布先生っていうことで終わるっていう、釈然としない終わり方をするっていうさっぱりわからない。ずっと調べてるんですよ。日活ロマンポルノの復活作って何回も復活してるんですけどね。日活日活じゃないんじゃないかとかいうのも考えながら、ちなみにオープニングはちょっとかっこいいです。森君なんか冷やさないといけないのある、はい、なんか大丈夫です。まあ、ということで、熱弁を振り、私実はこの 番組の中で何回もこの話してるんですけれど、この映画未だにわからないんですよ。とにかく、女性がランバダを踊る、はい、ランバダを踊る、ランバダを踊る日本映画ってそうなかなかないと思います。あったよ一応。あった？サワコの声じゃなくて、なんかあれじゃん、あ、そっちの方ですか。サワコの声じゃん。ジョージ秋山ですか。そうじゃなくて、薬師丸に似てると言われた女優、斉藤恵子。ああ。踊るランバダ、違う、なんかそんな感じのタイトルの映画あったね。リュウジさんのやつもじゃあ今簡単な概要を、ツイートしましたので、うん、あ、もうけど早速来てますよ。セラさんから、はい、リュウジの分かった、パンドラの飛躍だすごいな、もうマニアック、パンドラみんなピ誰なんなの、今何の話してるんだってねこれ龍大英検のね、自主制作映画です。これ出回ってないですね誰も全然出回って、私は見たことありますけど、くどりゃふかさん、黒曽垣さん、日活がロッポニカレーベルを名乗った頃ですかね、リュウジさんのそれって、いや分かんないんですよ、そうかもしれない。あとくどりゃふかドクさんのこの下のやつ10年と全く出てないんだよね、うん、だから俺そんな映画実は見てないんじゃないか勝手に頭夢の中で見てそうそう、妄想なんじゃないかもしくはないのか本当に分かんないんですよこれ。花の湯さんからのまた相談もあるんですけど、花の湯からの相談です、はい、東宝映画の喜劇駅前シリーズみたいな感じで、フランキー酒井が牛乳瓶の底みたいなメガネをかけてアマちゃんに惚れて宿泊する展開だったと思う。アマちゃんに惚れてっていうのはいわゆるあの海に潜るアマさんですか。まあそういう構造じゃないですか、ね、それともあのお坊さんのアマさんじゃなくて、それアマちゃんって言われるんですか。アマさんアマさんですわ待って、あの
なんだろう、牛乳瓶、なんかね、牛乳瓶の底のような牛乳やフランキー、あ、ごめんなさい、フランキー酒井がかけてるっていうのは、なんか俺なんかあるな、なんか見た、なんかビジュアルで、あれ、もしかしてあれ、ただ甘さんに惚れる、そこがちょっと今引っかかってる、国立近代フィルムセンターの優秀映画のプログラムに、うん、で見たような、見なかったような、ちょっとわかんないです、優秀映画なんだ、それ優秀かもしれないです、貸し出ししてるプログラム、甘さんに惚れる話が、惚れる話あるのかな、まあそんな感じでということで、はい、もう俺の中ではもうさ、あの前回の川道さんみたいにね、もうなんかすごい胸のすくような展開を求めてますから、そうですね、何年か越しの展開を、はい、ぜひね、あとクドドリフカドックさんがですね、はい、私のうろ覚え映画お願いします、沖縄の砂浜で災いだかいう鬼がホタテ小屋をぶっ壊す映画って何でしたっけ王様も心臓麻痺で死ぬんですよこれは木曜キネタンを遡っていただくと分かりますね、きっとまあそうですね、あのちゃんと冷たい親切弓張り好きですね、あ、まあ、さっさと、はい、あのこの話の長く伸ばしても意味ないんだもんそもそも親切弓張り好きですねって話自体もさ、あの一般的じゃないですよ、カントされる話なので全くそうですよね、あとクドレフカドックさんがマジかと思ってググったじゃないですか、パンドラの飛躍ググっても両方情報は出てこないですか、これ、まあね、あ、出てこない、どっかにあるのかな、もしかしたらあるかもしれないですね、琉球大学映画研究会の作品ね、うん、パンドラの映画 .com とかに多分ないと思いますね、そうかもしれないまあただね、あれ、なんだっけね、あのパイナップルスターで映画監督もやって、はい、木曜キネマ探偵団でも東アジア映像館の館長として出た牧谷勉さんが、はい、まあ、主人公になるのかな、うん、なのかな、なのかな、まあ、若き頃の牧谷勉さんがですよ、その風貌を生かしてユンピョウみたいな役だったんですよユンピョウのような老人役なんだけどね、うん、けどユンピョウに見えるってね老人役で出てくる、ね、半老人って名前だったかな、半老人って半分老人って意味じゃないですか。あのご飯の飯だったよ。ああ、なるほど。あんな名字あるんだっけ？あ、なんかある。ご飯の飯の名字って。飯とか飯。ご飯の飯。ご飯の飯って書いてある。ありそうです、ね。まあ孫悟飯って名前があることあるんじゃないですか？あ、漫画ですけどね。半老人役で出た映画ですね、マキヤが。俺が4役やったよね、気がする。やってましたね、確かに。4役だったかな。まあそんな感じで、もう全然誰も出してくれないみんなすっごい気になってんだけど前回あんなに一生懸命探してくれるのにただ、わかんないですよ、今回みんなそれ聞きながらふざけながらも実は探してる、 Google 検索とかいっぱいしてるかもしれないよ知恵袋に投稿したりして、そうそうそうそんな時間助けてくださいってやたらなんか質問回数が多い、カテゴリーマスターさんお願いしますみたいなやってるかもしれないですね、じゃあ分かりました、ということでもし見つかったらぜひ教えてください、よろしくお願いします。続いて森さん、はい、そうぜひこの回でやりたかったと、はい、聞きたかったと、その映画、はい、本当にもうだいぶもうそのいつ頃見たかってことすらちょっと今日うろ覚えなんですけど、ぼんやりです、昔日曜日だったかな、土曜日だったかな、NHK の、はい、お昼頃に、なんか名作劇場みたいなのをやってた時期があって、はい、その時にテレビでオンエアしてたのを見た記憶なんですけど、そのタイトルもそのどこの国の映画だったかも全く覚えてない、日本どこの国ってことは外国映画ってことね、あ、日本映画ではないではないです、ではない、はい、外国映画、まあ、多分なんですけど、中東だからイランとかあの辺りだと思うんですけど、うんうんうん、でその映画の内容っていうのが、はい、要はその主人公がなんか仕事かなんかで成功してベンツかなんかで、要はまああの村に帰ってくる、そうそう、故郷に錦織じゃないけど感じで、要はベンツで自分の故郷に帰るっていう時に、この帰り際にこのベンツがどん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 行く時にこうもう壊れていくとか、なんかトラブルにあってボロボロになっていくっていう、まさかミスターブー的な展開です故郷に錦織を飾りに戻って行ったんつもりが、行く途中でどんどんそうベンツがどんどんこうボロボロになって、なんか事件に巻き込まれてとか、事件というか、なんか、まあ、トラブルに、そ細かいトラブルに巻き込まれて、村に行くまでに、そうせっかくのベンツがどんどん大変なのになっちゃう、ある種のロードムービーだね、面白いけど、それなんか面白そうだ、ね、もうネタだけが、なんで設定が面白そう、面白いの、ね、に、うん、だからその設定だけ覚えてて、もう後の情報に関しては全くそのなくて、何度かネットでなんか
あのベンツ壊れるとかそういったのを探したんだけどなかなか見つからなくてタイトルが分からなくて、キアロスタミの中であるのかな、けど見たか何年前ですか。いやもう本当にそれこそ僕がもう二十歳なるかならないか分かんない、もう20年以上前ですよ多分。20年以上前だったら、だからそのまあまあまあそうかもしれない、かもしれない。だからちょっとコメディタッチ、キャロスタミは90年代後半ぐらいだっけ、思っていて、コメディタッチで、だから僕それだから、DVD とかそういったのも探したんだけどなかなかタイトルすら覚えてないから、探す手立てがないというか。ああまあそうですよね。でもこう発想がいいね、設定が。そうそうそう、これなんか面白い、なんかシンプルで分かりやすいし、そうそうそう、これいい映画の感じすごく。なんか聞いた、僕はだから設定だけ聞いただけで、ね、その設定がすごい印象に残ってて、ま、ちょっとまた見たいなっていうのが、まあ、NHK のその名作劇場だから、その、それなりの、あ、またまあ、その名作っていうか本当になんかなかなかこう当時はなかなか DVD とかももちろんないですし、もしかしたら NHK アーカイブとかに行くとあるかもしれないですけど、まあちょっと、そうが、あの友達のうちはどうもと一緒だよ、あれ友達に宿題教えるためだっけ。いや、あのノート友達の宿題ノートを自分が持ってきちゃって、間違って持って帰って、明日もこの子が宿題しなかったらこの子辞めさせられる、退学になっちゃう、キーみたいのをキャラスタムにわざと入れてるひどいって話ですけど。で、あれもある、まあ、ロードムービーさん、そう、あ、クドラフカさんからベンツがどんどん壊れる映画、菅原文太でリメイク希望。あ、トラック野郎の調べる気ねえな。ベンツ野郎みたいな。ベンツやろ。なるほどね。キャロスタミでないのかな。じゃあもうこれ中東、中東ですか。多分中東、砂漠が出てくるから、多分だから砂漠っぽかったと思う、中東、うん、まあ中東じゃなかったとしても多分だからその、うん、あの辺りだと思うんですよね、アジアとか、まあ、東南アジアってなんじゃないかな、ないか、あ、まあ、多分その辺だと思う、荒涼としたとこですね。そう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 、はいはい、今みんな一生懸命検索かけてるのかな。いや皆さん見てください、これもやりたいんだけどさ、もう検索今優秀プロデューサー立ち上げてるから。でもなんかこれ今日探しきれたら僕すごいなんかすっきりする、す今日よく眠れます。てか長年のこう探し求めてたものがこう、もうこれもしね解いた方にはね、これから毎年ね付け届けが森さんがある。今年もありがとうございます。いい年でしたみたいな感じであるかもしれない。俺これ俺に絵描きますよ。ああいいですね。これあ、これもしね当てた方にはね、いいんですか。いいです。森さんがね似顔絵を描いていただくということで、もうすごいですよ。いうことですね。はい、けど来るのはクドラフさんのベンツがどんどん壊れる映画。ちなみにあの花の湯さんがリュウジさんの映画の件、はい、シネロポニカ作品は8作品しかヒットせず、その8作品女性監督名は見当たらない、ロマンポルナかもしれないです。いやけど90年代後半で見てたの。だってシャダラパーって書いてんですよ。あの時代はそうと、やっぱだよね、一括じゃないのかな、どうなんでしょうね、これちょっと分かんないですね本当に。いや皆さん、はい、調べてみて、あとクドリアフカドックさんが今度はマジですという依頼がありましたよ、捜査依頼が。あ、はいはい、いいですか、どうぞ。今龍二さんのと、森さんの2つあって、これ、はい、さらにもう1つ追加します、はい、洋画です、はい、女性教師が主人公で最後は男に刺し殺されちゃうんです。真っ暗な部屋の中でフラッシュが明滅して、その死に顔を延々映すという鬱なオチ。わからない。これ何でしょうか。洋画、俺もなんかもうポゼッションしか出てこないんだけど。女性の先生。見当もつかない。わかんない。その先生は怪物になりませんでした。怪物とまぐわってませんでした。男に刺し殺されて、その主人公のじゃあ死に様が映るってことですよね。もう死に様というか、女性教師が殺されて、ね、女性教師がずっと映るって。ああな、結構ショッキングな映画ですね。いつ頃見た映画なんでしょうかね。なんか古そうな感じがしますけど、なんでしょうね。リュウジの判明したの、いや、わかんないです。ちなみに今あのコメントでもあったんですが、あの森さんの映画って愛しのハニーちゃんというタイトルではっていう。
そういう、オールシネマ、オールシネマ95分、トルコ、トルコ、あ、なんか内容がちょっと知りたいですね。NHK か教育テレビで放映されて金色のベンツが世界中を旅する間にボロボロになるという話。世界中、あ、これかな。ちょっと愛しのもう一回、何、愛しのハニーちゃん、すごいひどいタイトルこれ93年の、すごいタイトルだな。93年の映画で、94年にあのメルセデス我が愛というタイトルで上映されてまたいるみたいですね。あー、なんとなく、なんか2つタイトルなんだ、放題。あ、ちょっととなんか、あ、それっぽい感じするな。トルコ映画で NHK 劇場未公開、 NHK 教育で放映って書いてます。あ、なんかもしかしたらこんなに、これね、誰が見つけてくれたの。トルコ映画広告ロコさんです。こう、そっか、愛しのハニーちゃん。ちなみにこれってなんか DVD 化とかされてる、されてるんですかね。オールシネマで見ると、劇場未公開、 NHK 教育で放映、DVD の記述がないですね。レンタルとかないですね。ちなみにこれ、あの NHK の深夜にたった一度だけ放映されたらしいです。深夜、僕が見たのはなんか昼間の記憶なんですけど。あら、はいはい、じゃあ再放送なのか。みんな黙って、あ、番組として成り立ってないそんな感じの、なんかいろいろ出てきて、でもなんかこう今絵で検索してもらってると、はい、なんとなく、あ、うん、こんな感じだったような気もするっていうのをちょっと今あるかもしれない。ありますか、ね、多分音楽ですねはい、はい、あるかもしれないな。わかりました。ちょっと愛しのハニーちゃん、ちょっと押さえときましょう。はい、はい、ありが、はい、黒子さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、クドレフカ、可能性があるということですね。クドレフカドックさんがですね、追加情報で、はい、確かですね、女性教師、クドレフカさんのうろ覚えね、はい、うん、女性教師は性格異常者で夜な夜な男を漁ってたって設定だったと思います。確か見たのは20年以上前の日曜洋画劇場でした、うん、実はベースだったかなと。あの調べてほしいもの、うん、はい、わからないな。性格異常者、もう一度性格異常者で、もう一回最初の情報と合わせると、あの女性教師が主人公で、最後は男に刺し殺される映画です。で、真っ暗な部屋の中でフラッシュが明滅して、その死に顔を永遠映すという鬱な落ち、嫌な話だな。で、その女性教師は性格異常者で夜な夜な男を漁ってたという設定。デュージの映画と実は一緒だった、似てるかもしれないこれ一緒だったら俺洋画だった見たのは20年以上前の日曜日、日本映画だよね。いや、洋画です。洋画です。洋画？洋画劇場でした。実はベース。わかんないですね。まあ、少なくとも花姉さんね、さっきシネロポニカ8作品女性監督名ないって話。え、ね、龍二の剣って書いてあるね。龍二の剣。龍二の字がさ、あの金子監督の龍二の字になってる。覚えた。次ね、うん。ちょっと名前違うんですけど、いや面白いなと思って。そうか。急にヤクザっぽくなった。シネロッポン、リュウジさんが結構苦労するかもしれませんね。いや、多分出てこないんじゃないかな。俺、多分そんな映画なかったってこともしかしたら空想の可能性もあるって。妄想、うん、可能性本当ありますよ。もしかしたらリュウジさんが将来撮る映画かもそれと、あとですね、実はね、いろんな人に話聞いたんですよ。それでいくつかあったんで、ちょっとご紹介したいと思って、はいはいはい、まず特艦小僧の OB、ヨギリョウ君のうろ覚え映画が2本ございます。ヨギリョウ君からの、ね、お便りご紹介したいと思います。はい、うろ覚え作品ならありますよ。若い頃のトム・クルーズが出てた士官学校ものなんですが、士官学校ってのは学校ね、将校がね、僕らの7日間戦争ばりに士官学校の生徒たちが学校を武器を持って封鎖しちゃうんですよ。そんで州兵とかに包囲される中、アメリカ映画ですからね、封鎖を続けてるんですけど、動機が何だったのかわからない。夜になってトム・クルーズとマブダチがバスケットコートでワンオンワンをしながら昔語りしたとか、いろいろと印象深いシーンがあるんですけど、うろ覚えと。うーん、それ結構有名な映画。私これ多分知ってる。マルボーズのトム・クルーズが出るやつ。マルボーズがまあ知り合いかと。うん、タップス、多分タップスなんじゃないかなと思っていますけどね。そのタイトル懐かしい。多分ね、タップスなんじゃないかなと私は思ってます。で、その なんでその、なんていうの、学級閉鎖というか、立てこもるか
っていう理由が知りたい、ちなみにタップスは1981年、ですね、廃校が発表されると。でそれに抵抗しようということで、ああ、まあ、だんだんなんかもう偶発的に、まあ、立てこもりになっていくという話ですね、はい、1981年、出演者ジョージ・シー・スコット、ティモシー・ハットン、トム・クルーズ、ショーン・ペン、で監督はハロルド・ベッカー、あー僕分かんない人です、ティモシー・ハットン懐かしい、はい、多分タップスなんじゃないでしょうかと。でもう一つ似たようなうろ覚えはアル、アルトマンのマッシュじゃないベトナム宿舎者もそう、ロバート・アルトマン監督ではあるとけどマッシュじゃないと、ベトナム戦争もの、アルトマンの、新兵の宿舎で兵士たちにいざこざが起こり、その辺をアルトマン必殺の舞台バレの長回しで見せて、すごい緊張感があったんだけど、なんかオチとかいまいち思い出せないし、タイトルすら覚えてない、テレビで見て最後監督の名前でロバート・アルトマンの名前が出てきて、それでかと納得した覚えがあると。それ寮から寮のうろ覚えが、へえ、これ何でしょう。まあ、アルトマン、ベトナム戦争なんだよね、アルトマンベトナム戦争で検索かけたら出てくるんじゃない。あとフィルモグラフィーかなんか出てくるんですよね、ウィキペディアかなんか、ほらみんなもう結局検索でしょ、頭の中とか本から探さないんだよ狂ってるよこの世の中と言いながら自分を探すんだけど、ちなみにクドリャフカドックさんがさっきの車が壊れる映画これですかっていうことで YouTube でなんか動画を見せてきましたけど、やっぱこれがそうなんですよ。あ、なんか今流れてますけど、なんか それっぽい、それっぽい、ベンツっぽいのが、それっぽい、ほら森くん泣き出すよだんだんあ、ちょっと僕今夜はすごいなんかくだらふかさんがツイートでリンク貼ってますので、皆さんもちょっとご覧になってみてください。1回しか放映してないのテレビでね、日本で、そういうことになるんですかね、これリンクのやつを、はい、今回トゲッターにアップされないな、クドリャフカさんはフェイスブックから来てるんだよね、松浦君が改めてアップしましょう、あれ、はい、リンクお願いします、はい、でさっきのアルトマンのベトナム戦争映画は多分ストリーマーズでしょ、ストリーマーズ、タイトルだけ聞いたことある、ストリーマーズ、映像が綺麗なんですよね、ベトナム戦争。え、リュウジ見たの？アストリーマーズ似てますね、シルエットが出て綺麗な映画だったのか、はい、こんな感じ。じゃあ、ま、リュウジもそうだと思うの？多分ストリーマーズだと思います、一つ目は森さんが言ったタップスだと思います。で、二本目は、ストリーマーズだと思います、はい、こんな感じで、もう一つ、特化メンバー、今ちょっとお仕事忙しくてお休みしているゆりのさんからのうろ覚えがいただいております。いいでしょうか、はい、続きましょう、ゆりのさんね、3つあります。ゆりのさんからのうろ覚えが、昔テレビでやっていた虫が大量発生する映画なんかパニック映画、川から、川から出てきた男の人の顔がから虫が出てきたシーンだけ覚えてるんですが、なんという作品だったかトラウマ映画のため、うっかりまた見てしまわないようにタイトル創作お願いします。あ、なるほど、またひどい目に遭わないように、これガチ版あたりでやりそうだ、やりそうだね虫が大量発生する、で、川から上がってきた男の人の、顔からまた虫がうわー出てくる映画ということですね。これも人助けだと思ってぜひね探していただければと思います。で、もう一つですね、もう一つ2本目、これもテレビでやっていたのですが、男の人 A が食事にお米を出されて食べようとした時に、別の男の人 B にそれ虫だぜと言われてみると、お米がもぞもぞ動く虫になっているというシーンしか覚えてないのですが、あれは何の映画だったか虫、でも結局 A は B にからかわれただけで、虫は見間違いで普通のお米だったような、これだからもう妄想として終わらせるのか、そういう風に終わってないのかもしれない、それすらうろ覚えだと。同じ映画じゃないの可能性あるよね、2回見ちゃったみたいな、なんかスクワームみたいな、あ、スクワームね、はいはいはい、ジュ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 って木が倒れた、あれミミズだっけ、忘れた、あれミミズが大量発生、木がって倒れたりするんですよね確かにスクワームもなんか僕もちょっとうろ覚えなんですけど、なんか確か顔からこうなんか目とかそういった穴からこう
ミミズなのかなあれが出てきてるようなシーンがあったような気がする。スコアアームの可能性が、あとなんかウジ虫があのものすごい風に乗ってブワーって女の人に永遠かかり続けるってなんかどういう設定っていう映画がありますけど、地獄の門って映画なんですけど、あそうお茶屋さんに見せてもらいましたなんじゃそれやった映画だったんですけど、そして3つ目、はい、これもテレビで、もうテレビっていうのはある意味事故ですね。映画中から見てしまう。見ようと思って見たわけ。たまたま目に入ってきて。映画セラの事故か、あのそれが恋になるのか、本当にさ不幸な事故になるのかってあったりしますからね。これもテレビで、はい、確か刑務所が舞台の映画で、囚人に手に夜勤を押すシーンだけ覚えてます。黒人の女の人が夜勤を押されて叫ぶのが怖かった。そんな映画いっぱいあるですね。ゆりのさんのは全部なんかトラウマ映画みたいな、まあ、だってトラウマだから探す気もしない。確かにそれはあると思う。皆さん人助けだと思ってぜひ探してください。顔からね、川から上がってきた男の人がの目がかかあの穴という穴から虫が出てくる映画で、もう一つは、それ虫だぜってお米を刺したら米が動いてる、はあ、妄想かっていう映画。もう一つが、刑務所で、夜勤そう黒人の女性がこう夜勤をされてギャーッと叫ぶ映画、この3つぜひね人助けだと思って探していただければと思います、ということですね。はい、クドラフカさん、ゆりのさんのねちょっと、これうろ覚え映画を聞いて、虫が嫌いなんだろうなってのはよく伝わってきました。感想、もう感想です、ただの感想ですいうことです。あ、ボンミ、はい、ボンミそろそろ到着しますコメントで教えてくれましたね。車の音は聞こえたら聞こえない、結構遅くなってるんじゃない、もしかしたら、あと花乳さん、龍二、龍の2ね、龍二さんじゃなくて龍二、龍の次でした、暑さで間違えました、テヘペロってこと久々に聞きました、テヘペロ大丈夫、全然問題ないです。はい、そんな感じですかね。花根さんがね、クドラフカさんのその女性教師、殺されてしまう女性教師の話で、花根さん、女性教師で思い出すのはさよならミスワイコフとだけと、教師は殺されなかったと思います。これはタイトルだけやし、うん、僕も見たことはないけど、タイトルは聞いたことある。さよならミスワイコフ、なんかロシア映画わかんないですけど、はい、クドラフカさん、ユリノさんのね、ウロウェイが虫とか米とか焼き芋とか断片的すぎるっていうもうなんかね、もうこれ復元できないんじゃないかみたいな。あ、ボンミーが来た、ボンミー来たー、車どうします？え、どうしたの、止められない車、ちょっと待ってよ、これ入ったんすよ、わーハイエースの若大将、車の、じゃあそのまま続けましょう。虫だぜと言われる、あ、イリーケイさん、はい、イリさんです。ユリノさんのウジ虫がご飯だったという2部目の映画、ロストボーイじゃないでしょうか。ロストボーイ、ロストボーイか、そんなシーンあったかな、わかんない、まあ、そんなシーンが確かありました。ロストボーイってコリーハイムのやつですね、うんうんうん、なんかキーファーサザーランドが、はいはい、あのヴァンパイアっていう、あのほらみんな兄弟じゃないかこれいつも一緒だよねキーファーサザーランドとかコリーハイムとか、リチャード・ドナーだったかな、監督、確か、親戚じゃないですか、あいつらぐらいよく出てる。花の湯さんが虫絡みの映画だ、クリープショーではないか、ああ。ここら辺、よしみさんがいてくれたらね、またわかるかもしれないですね。米虫、米虫、また切れた、え、切れた、ああ切れてる今、なんかあ、切れた、もうね、もう一回ちょっとコメント、あの、一旦切れましたということで、これどういうあれで切れるんだろう、週末だからなんかネットが混線してるって可能性ありますね。食べてください。